まあ、もちろん、まあ、ソルディーモで大きなステージ歌いたいとか、まあ、売れたいとか、まあ、そういう目標はあるけども、それは個人になっても変わんなくて、それはずっと昔から自分が10代の頃から持ってた夢だから、まあ、どんな状況であっても僕は歌っていきたいし、まあ、表現者としてそこは変わらず頑張っていきたいなとは思ってますね。ソルディーモでありがたいことにたくさん経験はさせてもらって、僕この10年間は全くもう本当無駄、もう終わっちゃったけど全然無駄と思ってなくて、むしろすごく大事なものをたくさんもらったんで、これからの自分の生き方がすごく大事になってくるなと思ってて、まあ、この経験を生かすも殺すも自分次第だなと思ってるんで、これからも変わらず自分の夢を追い続けたいなと思います。ソリディーモはオーディションに参加してで掴んだ夢であって、でそれでメジャーデビューもさせていただいて、この10年間でなんか培ってきたものをやっぱりこれからソリディーモがなくなっちゃっても僕自身の胸には一生残ってるはずだし、カラーズの皆さんの胸にも残ってるはずだと思いますし、なんかそれを僕は忘れないで、あ、これが自分のアーティスト人生の始まりだったなっていう、なんかこう初心に帰れる、初心を思い出せるようなところで、なんか次の自分の活動に対してそれを役立てていきたいなって思ってますね。まあ、僕自身そのソリディーモに入る前から役者の活動とかモデルの活動させてもらっていて、でソリディーモに入ってからもそれはやらせていただいていたの でこれからもそれは役者だったりモデルの活動は引き続き全力でやっていきたいなって思ってます。で、まあ、ソリディーモに入って、まあ、高校生時代から合わせたら本当に約10年間でそこで過ごした日々って本当一つも無駄にならないと思うし、まあ、メンバーで過ごした期間だったり、まあ、カラーズがみんなと過ごした時間だったり、なんか時にはメンバー同士で衝突したりとか、でも嬉しくてなんか抱き合ったりとか、そういった経験とか時間って本当に今の僕に生きているし、それは変わらない事実だから、でもそこで得たことってソルディーモに入ってなかったらもちろん得られなかったし、カラーズのみんなとも出会えてなかったから、そこの経験をこれから自分のやっていく役者の活動に 100% 生かしていきたいなって思っているし、生かします。僕は、ソルディーモ解散した後は、芸能界を、引退します。歌が嫌いになったとか、芸能活動に対してそういうのが嫌いになったとか全くそういうことではなくて、今でももちろんやっぱりステージに立つのは好きだし歌も大好きだし、でもやっぱりこう一人の、まあ、木俣博之として芸能活動をしていくということにおいてやっぱりこう限界というかそういうのを感じて、まあ、これ以上というかここから先一人でやっていくということは、まあ、僕の中では無理だろうって僕自身がそう思ったので芸能界は、辞めるという決断をしました。まあ、ソリディーモが解散するっていうことが決まって、で、あ、じゃあ、これから先一人で何やろう、芸能界は一人では無理だなっていう考え方の経路ではなくて、こう何年も前から僕個人としての限界というかそういうものを感じる瞬間というか、やっぱ自分と向き合う時間というのがやっぱりここ 1,2 年は
多かったので、その中でずっとそういうことを考えたりしていて、でもその中でもソリディーモの中の木俣博之としてだったらまだできることはたくさんあるっていうことは思っていたので、ただ一人になった時、やっぱり僕は多分これから先この芸能界っていうところで戦ってはいけないんだろうなって思ったので、芸能界を辞めることにしました。こうソリディーモとしてこう活動している中で、たくさんの人にこうありがたいことにこう出会ってきたわけです。まあ主にカラーズの皆さんなんですけども、芸能界を辞めてカラーズの皆さんとじゃあもう一生さよならっていうふうにはできればしたくないなとは思ってはいるんですけど、つながりをこう切らない何かっていうのを、今考えているところです。まあ、今後も変わらずに歌い続けていきたいなと思ってます。っていうのも、まあ僕がこう掲げてる夢見てる場所っていうのにまだ僕自身もたどり着けてないので、そこを目指してこれからもその音楽っていうのを作って、で発信していきたいなと変わらずに思ってます。っていうのと、まあ、最近こう舞台とかミュージカルみたいなのをこの間挑戦させてもらったりとかして、なんか新しい発見だったりそういう挑戦っていうのもどん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 していきたいなとも思いますし、もちろん音楽を軸になんですけども、なんかちっちゃい頃からこう夢見てた、アーティストっていうものにもっともっと近づけるように頑張りたいなっていうのと、あとはもう最近自分で詩を書かせてもらったりとか、曲作ったりとか、なんかそういうクリエイティブの部分っていうのも本当にここ最近ここ 1,2 年かな挑戦させてもらい始めたことなので、まだまだこれから自分を磨き続けて頑張っていきたいなと思います。解散は決まったけども、最後に何かソリディーモとして残したいなって思いもあって、曲を作ろうとなったんだけど、とわのメロディーなんですけども、最後だから、歌詞も等身大の僕らの、気持ち、思いっていうものを、前面にギュッと詰め込みたいなと思って、作らせていただきました。ちょっと臭いけど永遠とかっていうのは僕はあると思ってて、その命だったり形あるものっていうのはぶっちゃけいつか、亡くなったりとか、その失っていくことはあるかもしれないですけど、自分の中にある気持ちとかそういう思いっていうのは僕は本当にその人次第だと思うし、その人がいかにその人たちと、関係を築いてきたかっていうのにもよると思うんで、その関係値とかそういう思い出ってたくさん僕はカラーズのみんなと作れてきたと思うので、まあタイトルにつけた「とわのメロディー」っていう通り、グループの形として、形式上なくなるっていうことはあるかもしれないけど、結果やっぱ思い出とか音楽とか僕らが今まで歌い継いできたというか歌ってきた曲たちっていうのは、一生残りますようにっていう一番伝えたいメッセージはここで、もうありのままの僕らの気持ちを書こうってなったから、結構ストレートめに入ってる言葉もあるし、でもソリディーモとして生きてきた日々があるから、そこの思い出だったりその時に感じた嬉しかったとか楽しかったとか、悔しいとか辛いとか全部詰めて、今のソリディーモにしか書けない、今のソリディーモにしか感じれない内容にしようってなったし、それができたと思うから、本当にこう曲調から、歌詞のテーマからメンバーでみんなで話し合って、
何度も何度もこっちがいいんじゃないかあっちがいいんじゃないかって2点3点して話し合いを重ねていく中で、やっぱり今の気持ち、ずっとソイリーモっていうものが存在してて当たり前にあって、それを解散するっていう決断をしたこの今の気持ちっていうのって、やっぱりこれから先多分今みたいな状況になることっておそらくないんじゃないかなって。今まで言えなかったことだったり、僕たちの心情だったり、なんかそういったものを書かせていただきましたし、聞いてくれる皆さんになんかダイレクトに伝わるんじゃないかなっていう、この曲を聴いてなんか僕たちの気持ちを歌でもなんか受け取ってほしいですし、このソリディモがなくなってもふと思い出した時に、このトアのメロディーだったりソリディモの楽曲をこう振り返りながらなんか聴いてほしいなって思います。そういう時にはこういろいろあったメモリーも思い出して新しい扉開けるよとかっていう方も考えたんだけど、これ1サビの後半とさ2サビの後半まるっと変えたんだし、俺の中でこの歌詞を書くにあたって一番伝えたいのがトアのメロディーでずっとここにあるっていうところだったから、うん、あのメロディーのところであえてこれを使わないっていう、ね、うんうん、考えたけど、まあ辻褄的に言ったらこれが一番伝えたいかなっていうのは、うんうん、あったほうがいい。これが俺たちのソリディモとラストソングだっていう結構自信持ってカラーズみんなに届けられる楽曲はできたかなと思いますね。まあ、歌詞の中でもなんか前のシングルのねタイトル入れたりとか、最初の方はね自分たちのスタートの状況を描いた歌詞だったりとか、もうこの一曲に、まあ、僕たちの始まりから未来に至るまでの全てが込められてて、ツアーとかアニバの時の僕らの中に決めた答えっていうのをみんなに言えずに笑顔を作ってたとか、あと自分が先陣切ってみんなついてこい、俺らが絶対夢叶えてやる、一緒に夢叶えようって言ってきた側だったので、それをできない自分っていうのに、そのモヤモヤしてたし、自信を持ってというか約束できない部分に、なんかもどかしさを感じてたっていうのも、そんな自分が嫌だっていうことも詰め込んだりしましたし、やっぱりそれぞれのことをそれぞれの言葉だったりいろんなものをこう尊重して、で今までの思い出も抱えて、歩んでいこうっていう、ことも詰め込みました。で、まあ、D メロには今まで出した僕らのシングルの中で一人ずつこう好きな曲ですってあげたことがあるような曲とか、あとはこの人っぽいよねっていうイメージっていうのをこうなんとなくはめたつもりで、キマちゃんだったらナオプレオレンジ、キマプレナオプレオレンジってイメージがあるし、それでキマッチはランドスケープが好きって前々から言ってたから、そうはめて、ラブユーはまあ僕らのインディーズの一発目の曲ですけど、ゆうきくんから始まる曲で、あの最後の締めもゆうきくん、あなたが好きですで、ゆうきくんのイメージはやっぱラブユーだな。でその流れでしゅんさんはやっぱセイラーウェイのイメージがあったからセイラーウェイで、僕は逆に聞いてみたらやっぱりハピネスって言われたんでハピネスで、たけちゃんはザワン、まあもうこれはイメージあったんで、 D メロに関しては何だろうな、言葉の響きとか語呂とかっていうより
うん、なんか気持ちでここにこういうことをしたいっていうのを先行して書きました。でそこから僕らっぽいメロをつけたくて、うん、なんか僕らって言ったらなんかミッシングユーとか、うん、変わらない気持ちとか、なんかミディアムバラードとかそういうやっぱイメージだと思うんで、そういうメロディアスなラインをつけて、けどやっぱり次に向かっていく、そしてうん、なんか終わりが近づいてきたっていうイメージを出したいから、やっぱドラムとかそういう疾走感のあるものっていうのは、意識して、アレンジするときにお願いはしましたね。あとストリングスはやっぱり僕ら絶対入ってるんで、僕らの曲はなんでストリングスは、うん、入れてくださいっていう話をして、こうカラーズの皆さんが何年か経った先でこの永遠のメロディーを聴いたときに、いい思い出としてソリディーモをやっぱ思い出してほしいっていう気持ちで歌詞を書かせていただきました。やっぱりここまでやってきたソリディーモっていうものを解散してまで選んだ道なんだっていうのを、こう何年か経って聞いた時に、今進んでいる道をもっと強く進むための曲にもなってるのかなって、僕ら自身にとって、だから僕ら自身のための曲でもあるし、カラーズの皆さんのための曲でもある、そういう曲になったんじゃないかなと思います。レコーディングをした時も僕が実は最後でレコーディングする10番がで、レコーディングの時はもうスタートから最後までみんな一緒にいたんですけど、なんかいつしか変わっていたぐらい、なんかたっぷりでもいいかなと思って、前半は前半はいい感じだと思います。でテンションもあの今ぐらいがいいかなっていう、分かりやすく言うと木にアクセントがあったらもうちょっと縦が合うかな、うん、まだ僕にできるかな、それか響けの後にブレス取ってみたら、クイックで響け、うんうんうん、あ今みたいな感じすごいいいと思う、今の感じがいいんじゃないって俺は思ったから、あそういうことね、うん、そうん、俺もでもこっちのテンションでシュンさんのところでうわのイメージだったんだよね、うん、本当は寂しいけど俺2発目が好きなんよ、あとは3発目のなんかこう間を取った感じのあれがすごいいいなと思った。まあ、一人ずつ歌を入れをしてって、で徐々に一人ずつ終わってって、で終わっていくってことは最後の曲が完成していくってことだから。六はめて、あの前後たけちゃんの終わりから僕のところまで聞いてみてもいいですか。ここもさっきと一緒で、今声に乗せたならのあの縦をちょっと意識できたらっていうのと、めっちゃいい、うん、めっちゃいい感じ、うん、2回やろうか、無事に作ることができたっていうなんか安心感とか嬉しさももちろんすごいあったんだけど、まあ、いつもとは違うレコーディングだったから、でしかも僕が最後だったからなおさら思ったんだと思うんだけど、あついになんかジグソーパズルで言ったら最後のピース見ちゃったなみたいな、完成させちゃったなっていうのがやっててすごい思いましたね。最後の曲としてたくさん僕らの思いと感謝と、まあ、寂しさと、まあ、切なさと、そして自分の中にある決意だったりとか、うん、弱さみたいなものもこうギュッと詰め込んだ作品になってるかなと思います。